スイング感ってなんだって、スイング感ってなんだよってね。今から曲を流しますので、どういう伴奏するか、どういう演奏するかなってちょっと考えてみてください。はい、もう王道パターンで、王道パターン、まあ、太鼓の場合はもうこれですと、はい、スイングの上等句、これが出たらもうジャズだよって、認識すると思います。何かっていうと、ズズジャッ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 ズジャズっていうやつですね。この手のリズムが出るとスイングしてるわと感じやすいということです。はい、なので今日はちょっとこれをね深掘りしていきたい。つまりドラムで言うとですね、あ、ジャズだってなりませんか。あるいは、なので本当であればシンバルがあった方が楽なんですよ、これを表現するのに。太鼓だったらね、なぜかというと音を伸ばすイメージなんですよ。ズズーって、これ花音でやるのむずくねって思いません？どうやればっていうね。まあ、さっきも言ったようにシンバルがあれば楽なんですけど、シンバルないと想定しよう、花音でね。はい、で私が考えたのが一応こんなパターンでございます。はい、ワン、ツー、せーの、はい、今これ表現できたっぽくないですか。どうですか。ズズチャッ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 ズ、ワンとスリーのところがよ、特に音を伸ばすダーイメージなんだけど、どうしたってこのカホンっていう楽器は音が短いですので、長いイメージをとにかく自分で持たないといけないのね。はい、まあ、そこで私が考えましたのがですね、スウィープってやつね。スウィープ、はい、これ多分ほとんど動画だと聞こえてないと思うんだけど、こういうふうに擦る、撫でるっていうかな、表面をこうさーってこうやることによって一応長いイメージを持っている。はい、これ多分自分にしか聞こえないぐらいの音なんですけれども、ちょっと持ってる、カホン持ってるよって人はやってみてください。あれはカホンないわっていうね、方、机でも構いません。机で今回の内容すべてできますので、机の上をこう擦るイメージでちょっと真似してやってみてほしい。ズーチャ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 、ちょっとフィーリング感じられたっぽくない？ちょっとかけるので、今のもうこれだけ、片手で伸ばす、片手で、短く叩くっていう、ズーチャ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 、これだけやってみよう。ズーチャ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 ね、これで良くないかこれでいいんじゃないか。で、カホンに関して言うと長い音って無理なのよ、そもそも長い音表現するってね。なんかこうダーッつってロールみたいなのあるけど、これロールじゃないでしょ、このズーっていうの。例えばね、あ、こういう長い表現するってなった時にこういう考えもありえますよね。ダーラララってこうちょっとこう細かい音で埋めるみたいなね。はい、これちょっとね、やってもいいんだけど、やってもいいんだけど、僕的にはちょっと違うかなっていう感じ。本来出したい感じとはちょっと離れちゃったかなって感じ。ダンラッ
タラッタラ、あるいはこうもう超早くタカタカタカってやるとその長さを表現できたりするんだけど、いちいち大変じゃないですかこれたかだかこのあの平素のリズムを刻むのにこういちいちこう細かくやってると大変すぎるので、もうズーでズーズーってこう擦る、はい、摩擦があった方が多少このスーサーっていう音が得られると思うんだけど、カホによってはねちょっとツルツルな画面のものもあると思うんですよ、はい、そういうカホンだと残念ながらこのスーっていう音は聞こえないと思うんだけど、これはもうイメージの問題なので、ここでこう音を俺は今、私は今伸ばしてるんだぜっていう意識を持つっていうか、こういう歌を歌ってるんだっていうことが大事なの。で、じゃあここから肉付けしていこうよっていうお話です。今やったのは数字の1、2、3、4が書いてあるとこなんだけど、その1個前にも実は音あるんですよ。はい。実はこの1個前からが、本当の始まりっていうかね。ダダーン、ダダーン、ドゥドゥーン、ツッ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 ダダーン、ツッダダーン、ツッドゥドゥーン、ツッドゥドゥーン、ツッチチ。ってこう、前置詞があります。これを叩けるかな。こうやるといいんじゃないかなっていう、こうやると割とそのフィーリングが出やすいのではないかなっていうやつです。右手を最初2回タターンってやって滑らせて、左手でちょっと高いチャっていう高い音を出す。トトーンチャッタトーンチ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 ッっていうイメージで、このトトーンっていうのを右手で2回やる。ニュアンスをつけるとしたら、まあ、こういう感じっていう感じ。これ高踏みだったらこうするっていう感じなので、この話を聞いて、あ、私はじゃあこうしようっていうのがあれば全然それでも構わないです。これはどうそのスイング感を表現するかっていう、アイディアの一つっていう感じなので、試しにこんなのどうっていう感じね。最初の R、 最初の右をクローズトーンにした。で、2発目ドーンって伸ばす音をロー、低い音、まあベーストーンっていうことね、カホンで言うと。はい。で、スイープ、スイープっていうのは擦るっていうことです。で、左、ハイ、の位置、高い音で、チャっていうね、出してあげると、割とその、ワン、ツー、フリー、フォー、ワン、ツー、フリー、フォー、チッ、チッ、チッ、この感じが出やすいかなと思うので、高い方を叩くと。やってみると、こうなります。はい、口で歌うと、とどーちゃ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 。はい、どうでしょうか。今このクローズローで分けたことによって、テクニックが使えるね。これが例えばもっと速くなった時に、これぐらいの曲もあるじゃないですか。さっき超速の曲が難しいって話があったんですけど、この時にこの手の低い方と例えば指先クローズで2つ音を出せ、タント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 ン、この動きができるとわりとスムーズにできるわっていうことに気づきました、私は。はい。でシンプルにこれはベースをね、ドドンカドドンカ、いやそういうこうちょっとテクニックわかんねえわっていう人はシンプルに2回叩いてもいい。ドドーカドドーカドドーカ、これでもいいね。はい。で例えばなんですけど、今この、左ハイトーン叩いてるの、ここでやってもいいよね。こうやると音色が変わるので、ちょっと雰囲気が変わりますと。
だから例えば何コーラスもやってて途中でね雰囲気変えたいなってなったら、こっちに変えるとか、A メロこっちで B メロこっちとか、こういう使い分けをするといいんじゃないかと思います。はい、もうこれは応用レベルなんだけど、できそうな人はこうやってもいいね。1,2,3,4,1,2,3,4 左手をコンガ的にする。1,2,3,4,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 
あ、これ突然始まりますんで。突然始まっちゃったらあのスルーでもいい。最初スルーして。ここから入ろう。ワン、ツー、スリザ・サニーサイド・オブ・ザ・ストリートっていう曲でした。カムカム・エブリバディっていうのがあったんですか。カムカム・エブリバディっていう朝ドラでなんかねやられてたらしいです。はい、うちテレビが映んないでね、ちょっと朝ドラ情報は拾えてないんですけど、あ、この曲いいな、この曲やろうかなって思った時にね、なんかカムカム・エブリバディの映像がありましたので、あの見てた方はあの曲だってなったかもしれません。はい、